皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、7838強力印刷の動画解説をしたいと思います。この銘柄ですね、ずっと110円台から130円台とですね、ずっとかなり低いところで、動いてましたけれども、4月の19日にですね、場が引けた後に決算を発表しまして、2010年の3月期の決算の見通しをですね、大幅に上方修正してあります。でそれを受けて翌20日にですね、株価は50円も、上昇するという大幅高を、しましたけれども、さすがに21日はですね、ちょっと利食いにも出てきております。だから出来高を、大きく伴って、上がってきてますので、今後また業績がいいということでね、再度下がってきたら、買いが入ってくるんではないかと思われますね。最初の目安としてはですね、この大きな陽線ですね、4月20日のこの大陽線のこの半値付近ですね、166円、もしくは転換線が163円の頃に、来てますので、この辺りまで下がってきて反転するようだったら、狙いやすいところになりますね。もしくはこのまま180円を挟んでですね、横ばいするようだったら今度上値遊びですね、下がってくるようだったら上げ三方ですね、もしくは抑え込み線をイメージしながら押し目を狙っていくと、もしくは180円のところで横ばいするようだったらこの上値遊びになりますね。上値遊びから当然上離れてくるようだったら、そこは一つの狙い目になります。で今まではずっとね、この120円130円台とね、低いところでいましたけれども、業績発表を機にですね、大きく上げてきてますので、当然200円台ですね、200円台でそれ超えてくるとね、チャートの節が220円どころになりますので、200円から220円ぐらいまでのね、上昇は期待できるんではないかと思われますね。逆にこう下がってくるようであればですね、140円の頃を割ってくるようになるとですね、この上昇がちょっと全部否定されるような形になりますので、ちょっとロスカットもね、考えてくる必要が出てくるかなと思われます。では以上で強力印刷の動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。